一席お付き合いを願います。もう本当に寝苦しい夜が続きましてね、まあ夏ということで、まあ暑いのは当たり前なんでございますけれども、落語協会という私なんかが所属しております柳家小三師匠会長で、この落語協会は毎年夏7月の31日は、大勢でお揃いの浴衣を着ましてね、で方々へこうお参り行く。で浴衣ってのはお客様方ちょっとまあ日本から昔ある涼しい、思いでしょうが、結構あれ暑いんですね。でみんなこう扇子なんぞを持って、風を送りながらチャラチャラと歩いているというのが、まあ毎年恒例なんですが、ところがまた夏は暑い、だから汗をかくというのはこれは当たり前なんだそうですね。ですから汗を無理に抑えるっていうのはかえって、体に良くないなんてなことを伺いましたが、それでもやっぱり、扇風機なんか随分ね、役に立っております。今なんか人が動くってとそっちの方を追っかけるような扇風機があるんだそうですが、考えてみると不気味でございますよね。ゴロゴロっとこう寝返り打つってとそっち行こう扇風機が勝手に一人でこう動いていくってんですからね、これはまあそんだけ進んだから素晴らしいといえばそうなんでしょうが、でもまあ、夏場になると寄席の方では何か怪談話なんてのをやりますが、これをまあ言葉でもってお客様に涼しくなっていただこうというようなやつでね。でこの言葉ってのはなるほどそうかもしれませんで、この涼しげな言葉と逆な言葉ってのはございます。昔食山人という先生に、先生涼しいということは一体どういうことでございましょうと伺うってえと、庭に水新し畳イオスダレすきやちりみに色白のタボつったってますがね、なるほどこれいかにも聞いてて綺麗で涼しそう、反対に暑いのはと伺いますってえと、西日さすくしゃく二軒に太っちょの背なで焦がなくママが焦げつくってんですがね、なるほどこれはいかにも暑そうでございまして、植木屋さんご精が出ますな。これはどう旦那でいらっしゃいますか。いや別にね、精が出るってわけじゃねえんですけどもね、まあ植木屋使い慣れねえ人に言わせるってと怠けもんでいけねえってんで、半日はタバコ吸って終わっちまって、まあこんなこと言うんですけどもね、これは怠けてるわけじゃねえんですよ。一服しながらあの枝切っちまおう、この枝土まおう、あの灯籠をこっちに持ってこようってんでいろいろ算段をしてるんでね、まあ来ていきなりハサミを入れちまうような職人にあしゃろくなものはいねえと思うんだすがね。ああなるほどそうかもしれませんな。あ商売はその道でなんとやら、まあ、植木屋さんが毎日うちに来てこうして庭をきれいにしてくださる、あ実にありがたい。で、はたまた水をまいてくださる、あれがいい心持ちのもんでな、まあ時々うちの下女などに任せますがな、方々へ水たまりをこしらえる、あそこへ行くとあなたは商売人だ。まあ、水をまくのに商売人というのはおかしいがな、まんべんなくまいてくださる、まるで夕立が降ったようだ、青いところから雫が落ちてくる、そこを通してくる風なぞは涼しいな。ああそんなもんですかね。いやこっちはね、メンチこうやってお屋敷にお出入りさせてもらってますんでね、まあ、涼しい風ほっぺた当てるなんてこともできるんですがね、うちにいるってとこはいかねんすよ。うちはね路地の一番奥まったところにありますんでね、もう風なんざあっちの焼けついたトタン塀当たりこっちの塀ぶつかりってんでね、うちに着く頃には生あったくなってましてね、まるで化け猫が出るようでね、化け猫というのはおかしいな。いや今植木屋さんがきれいにしてくださった庭を見ながら一杯やってました。あれ旦那なんですか、いける口なんですか。いけるというほどは飲めません、舐めるくらいでな。植木屋さんあなたお酒はお好きか。もうあるったけ飲んじます。あるったけ、一部持ったら一部、二部持ったら二部、全員のあるったけのまねってと気の済まねえ性分でね、あこら大層お好きだな、じゃあ私がご馳走をしよう。いいですよ旦那、こんなこと言ってご馳走になるってとなんかね催促したようで決まりが悪いから、まあまあそんなことはない。さあさあそこへおかけなさい。あ縁側ですか。旦那ここね綺麗に吹き込んでありますんでね、こっちは反転が汚れてんだい、声腰掛けるってと縁側が汚れちまいますんでね、縁側の汚れたのは後で拭けば済むこと、まあまあ遠慮なさらずおかけなさい。
あ、そうですか。じゃあすいません。ちょっとごめんこぶってね。ちょいと上がらせてもらいますんで。今上方の友人からもろうた柳影、これやってました。そこに小さなコップがある。よかったらそれでお上がり。あ、そうですか。あ、コップ、なるほど、綺麗なもんすね、こら。旦那はやらないんですか。あ、そうですか。とんでもねえ。じゃあ手酌で柳影ってんですか、これ。へえ、なんか幽霊の出てきそうな酒ですからね。頂戴します。なあ、これはよく冷えてますね。さほど冷たいというもんではないがな。ただ今植木屋さん、あなた日向を仕事をしていた、口の中に熱がある。だからさほど冷たくないもんでも、まあ、冷たく感じるのだな。ああ、なるほど。ああ、そう、今日向仕事してたから、口の中に熱があって冷たくないもんでも冷たく感じる。あ、そんなもんかもしれない。あ、そうですか。旦那ね、これこっちで直しってやつじゃありませんか。こちらでは直しと言いますか、上方では柳影と言いますがな、これこっちで直しってやつなんですよ。ああ、そう、ありがて。これはね、夏場冷やしてやるってとうめんだ。そこに鯉の洗いがある。よかったらお上がり。あ、これ鯉ですか、これ。いや、さっきから何だろうと思って見せたんですよ。へえ、これは驚いた。さ、鯉なんてのは黒いもんだと思ってましたがね、これだけ綺麗にするには、これよっぽど洗濯かなんかして。いや、別に洗濯をしたわけじゃありません。鯉の黒いというのは、あれは鯉の皮だ。まあ、平たく言うと街灯かな。街灯、なるほどね。目ごと言いますね。じゃあ、さしずめ、あのうなぎなんざズボンだね、あら。そうですか。じゃあ初めていただきます。頂戴します。これつけて、すみません。鯉の洗いってんですか。いただきます。ほら、シャキシャキしてうめえもんですね。まあ、さほどうまいというもんではないな。ただ淡白なもんでな、下に氷が敷いてある。まあ、冷やしてあるところが値打ちだな。これ氷が敷いてあるんですか、これ。ああ、ほんとだ。あ、すいません、旦那、この氷一ついただきます。すいませんね。旦那、この氷はよく冷えてますね。時に植木屋さん、あなた菜のおひたしはお好きか。大好きです。大好き、大好きです、ね、言い直すことはない。じゃあ今これ取り寄せましょう。いいですよ、旦那。ちょっと明日ね、出所まで行って女中さんにもらってきますから。いや、飲んでる時に立ったり座ったりするとうまくないもんでな。いやいや、今これ取り寄せますんでな。これよ、奥や。なんぞご用にございますか。植木屋さんが菜のおひたしが大層お好きだそうだ。かつぶしをどっさりかけてこれ持ってきてやんな。旦那様、なんだ、なんぞしたか。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝願。あ、そうか。じゃあ義経にしておけ。植木屋さん、すまんことをいたしたな。男というのは台所のことがわからんもんでな、名はみんなになってしまったそうだ。いや、もう名はなくなってしまった。いや、そんなことはどうでもいいんですかね。お客様じゃないんですか。それでしたらね、あっしはこれで帰りますから。いや、客なぜありません。今奥が名がないという断りをしただけでな。だって何のことなんぞこれっぱかりも言ってませんでしたよ。なんだか牛若さんとか鞍馬さんとか言ってましたがね。だったらね、あっしはこれで失礼しますんで。あ、あれはな、いや、植木屋さん、まあ、あなただからお話をいたしますが、あれはうちの隠し言葉でな。何、その隠し言葉ってな。あ、これ来客の折に私が頼んだものをすぐその場でありません、ございませんと言われると、あ、お客様にも失礼だ、また私も赤面をするんでな。そこで隠し言葉、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝願、名は食べてないというので、その名を九郎宝願で、私がじゃあよしときなさい、やめときなさいというので、義経にしておけと、まあこういうわけでな。なるほどね。それは隠し言葉ってんですか。
これ驚いた。なるほど、わからねえやそら。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼。穴食っちゃってねってんでね、その名を九郎宝眼で、旦那がよしとけやめとけってんで義経にしておく。なるほど、こら驚いたね。はあ、あの子供がよくやってますわね、あのお庭のすだれでよしにしましょうって、あれと同じだ。なるほど、そうか。やっぱりね、こちらの奥様なんざご教育があるから、ご教育じゃない、あのご教育があるからね、だからそういうことを言えるんですよ。そこ行くとうちのかかなんざバチですからね。おい生徒、すまねえな、なあ出してくれなんてなことを言ったら、何言ってんだい、三千で買ったつまみながいつまで残ってると思ってんだよ、なんてんでもう長い順に聞こえるような大きな声で言うんでね、こっちは決まり悪しじゃねえんだ。なるほど、隠し言葉ね。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼。旦那、酒が義経になりました。これ驚きましたな。いや、何かげはございません、何か他のもんで。そうですよ、まあ、これで、十分いただきましたんです。今、旦那、じゃあこの鯉の洗いってのもう一つ、すいません、いただきます。どん、はい、ごちになりました。またね、明日早出しますんでね、今日はこれで帰らせてもらいますんで、どうもごめんなさい。このおじになっちまったほら。なるほどね、植木屋さんご精が出ますなと言われた時にはこっちはドキッとしたね。精なんぞ出ねえんだよ、半日タバコ吸って遊んでたんだから。あれ縁側で飲みながら見せたんだね、よかったね。だけど酒ごちそうになるとは思わなかったな。柳影、あらこっちで言う直しってやつだよ。恋の洗いってのは初めて食った。贅沢をしてるんだね、ご大家なんてもな。時に植木屋さん、名のおひたしはお好きか、こっちは大好きだったらこれが大変だ。そう、隠し言葉ね、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼。ねえ、なくっちゃってねってんで、めごというもんだ。で、旦那がよしとけやめとけってんで義経にしておけか。ご大家なんたら大玉のこと言って暮らしてんだら、あんたに。おい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 、ばあさん、何してんだよ、あんなうちの面まで水まくことはないよ、うちのやつにやらせるから、すまねえな。おい、何してんだおめえは、隣のばあさんが水まいてくれてんじゃねえかよ、おめえがやったらどうだい、私だって忙しいんだよ。何してんだい、タバコ吸ってら。おこのやつ、タバコ吸ってんの仕事だと心得てんだから、こいつは。何、女とかでグズグズ言ってんだよ、遠慮しないでこっちお上がりよ。何言ってんの、てめえのうちだ、誰よ、遠慮するやつがあるんだ本当に。どうすんだよお前さん、あのお湯行ってくるかい、あのそれともその前におまんま食っちゃうかい。おめえな、もう少し女らしい口聞いたらどうだよ。おい、なんだそのおまんま食っちゃうかいってのは、本当にしょうがねえんだよ。俺ちょっと腹減ってるから、あの飯にするから。あ、いいよ、わらちゃそんな汚れてねえから。なんだい、今日はおかずだ。今日は大変だよ、お頭付き。お頭付き、これ豪気なもんじゃねえよ。ちょっと見せてごらん。なんだこれおめえ、イワシの塩焼きだよ、これおめえ。何がおかしな、こんなもの頭蒸しちまえよ。何を言ってんだよ、お前さん何にも知らないからそういうこと平気で言うんだよ。その頭のところにカルシウムって需要分があるんじゃないか、だからそこを食べたら風邪ひかないんだよ。犬ごらん、風邪ひかないだろ。やろう、犬と天使と一緒になるかよ。そらなりゃしないよ、いい犬は高く売れるから。この野郎、亭主を売る気でいいやな、こいつ。あんた、てめえみてえなカカオをもらうと60年の不作だってが全くだ。おめえを世話してくれたのはあの鈴木の旦那だよ。おめえもいつまでも一人でいるわけにはいかねえやな。どうだよおめえ、一つ見合いでもしてみねえかってんだ。おこっちおめえ嬉しいもんだからよ。ああ、それじゃ早速会いましょう。どこで会いましょうか、歌舞伎坂だっこ行きましょうかったら、いや、ああいうところは入信が高くていけねえ。じゃああの映画館かどっか、いや、ああいうところは暗くて顔がわからねえ。じゃあどこにしましょうかったら、上野の動物園にしようってんだよ。ほら、変なとこで見合いすると思ったけどもね、とにかくこっちは嬉しいからよ。じゃあ明日昼過ぎになったら連れてくから、お前先行って、あのカバの檻の前で待ってろってんだよ。おっちゃんおめえ、動物園が開く途端に減ったよ。カバの檻の前でよ、カバがあくびする前、餌食うのさんざっぱら見せたよ。さあお昼過ぎになって来ねえ、一時になんなんとする頃だね。おめえと鈴木の旦那があの白熊の檻の方から降りてきたよ。ああ待たしたらすまないな、まあこっちおいで、こっちこっちってなの、キリンの檻の前で
ベンチに座って甘食食いながら見合いしたんだ。おめえおかしな見合いだよ。鈴木の旦那も女性ねえからな。俺にさんざっぱら株の面拝ましといてよ、そこへおめえを連れてきたんだよ。おい、どんな女だってよく見える。何を言ってんだよ本当に。はばかり様、何を言ってんだ。お前さんだって人のことは言えないじゃないか。なんだよあの婚礼の晩さ、座ってる時はよかったよ、立ったらあの袴が膝小僧までしかないんじゃないか。俺はしょうがない、親んとこの坊ちゃんの借りたんだから。だからおめえはやっぱりダメね。さばいくってえと、お屋敷の奥様なんざすげえな。俺はもうで今日感心しちゃったい。この人お屋敷行っちゃ感心してんね。何をそんな感心してんだよ。実はよ、今日俺旦那に酒ごそになったんだよ。まあ柳陰ってな、まあおめえは知らねえ、こっちで直しってやつだよな。それからね、鯉の洗いっての食ったよ。洗いったとおめえ洗濯したわけじゃねえぞ。知ってるよそんなことは。知らねえと思うから教えてやるんだよ。時に植木屋さん、菜のおひたしはお好きか、こっちは大好きだったら、さこれからが大変だよ。ねえ、旦那がこういう形してな、これよ奥屋ってとな、奥様が襖をすってあげて、何ぞご用にございますか。植木屋さんが菜のおひたしが大層お好きだそうだ、かつ節をどっさりかけてこれへ持ってきてやんなったら、奥様がまたこういう形をしてよ、おおい、ちょっとこっち見ろ、こっち、女ってのはこういう形をするんだよ。うち来ておめえお辞儀なんぞしたことはねえだろ。おめえはこの手がいつもそっくりけってんだ、こうやって、こうやって手をつい、ほらこっちを見ろ。うるさいね本当に。そういうカエルが出ると雨が降るよ。誰がカエルの話してんの。そうじゃね、こういう形をしてな、奥様が、旦那様旦那様、右や左の混ぜかせんじゃねえ。なんだ、なんぞしたか。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝願ったら、旦那がじゃあ義経にしておけと、こういうわけだ。なんだいそりゃ、やけどのまじないかい。だからおめえはダメなんだね。ほらお屋敷の隠し言葉ってんだよ。なんだよその隠し言葉ってな。落雷の折だ。何、落雷の折、雷起こったのかい。そうじゃねえ、バラ客が来ることだよ。来客ってんだよ。来客の折だ。旦那が頼んだものをすぐその場でありません、ございませんと言われると、お客様にも失礼だ。また旦那も赤面の顔を赤くするってんね。でここでこの隠し言葉、鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝願、なあ食っちゃってねってんで、その名を九郎宝願で、旦那がよしとけやめとけってんで、義経にしておけと、こういうわけだよ。はあはあ、なるほど、感心してやれこの野郎。てめえなんて社長立ちしたってこんなことは言えねえだろ。言えるよそのぐらいのことは、まあ、すぐ忘れるけどね。忘れちゃダメだよ。ので今度よ、俺の友達が来たらよ、これやってやろうじゃねえかよ。とおめえ俺の友達は驚くぞおめえ。なんだそらったら、これはうちの隠し言葉、言われ因縁こじ来歴をダーッと聞かせてやるってとよ。俺の友達ってだ、この野郎は今でこそ植木屋してるけど、元は貴族の出だなんてよ、評判が立つよこれ。何うまくいくかね、うまくいくんだ。だからね、ほんで、ほい、ちょうどいいよ、建具屋の犯行が来るよ。あいつちょっと今呼び込んじまうからよ、全話ここに出てるからいいやな。あ、それからな、あの旦那絹張りのうちわってのを持ってたんだい、それこっちいかしな。そんなもんうちにないよ。ないだって、じゃあヘッツの上に乗ってんだろ、渋うちわ、それかしな、これ何でもいいんだ、このまま形から入らなくちゃいけないな。でおめえはここにいるって言うとまずいからね、次の間行ってろ。うちは人間っきりなんだよ。人間っきりだ、隣行ってるって言うと間に合わねえしな。ちょっとおめえこの押し入れ、減ってる押し入れ、嫌だよこの暑いのに。いいから減ったら、ちょいつも辛抱だ、すぐ呼ぶからね。でけえケツだ、いいか、うまくやるよ。どっこいしょ、よいしょ、よし、おお、どうしてもう蹴ってしまったのか。いやに早いじゃねえか。ご精が出ますな。よせよおい、俺せなんぞ出ねえよ俺。今日仕事半畜なっちまった。うちで昼寝してたんだよ。今ね、ゆいちさん、ゆはいいよ、いつ行っても心持ちはいいしな。おめえも言ってたらどうだ。ご精が出ますな。人の話聞いてないのかおめえ。俺精出ねえんだよ俺。
俺昼寝してたの、うん、昼寝にご精が出ますな。嫌なこと言うなよおい。青いところから雫が落ちてくる、そこを通してくる風なぞは涼しいな。何言ってんだおめえ。おめえのうちに青いとこなどねえじゃねえかよ。あそこにあるのゴミためだよ、うん、ゴミために石油乳剤をまいてハサミ虫の歩いてるところなぞは涼しいな。何言ってんだおい。熱っ苦しいでしょこれよ。ほら時に植木屋さん本当におかしくなっちゃったんじゃないかおい。植木屋おめえだろうよ。俺は建具屋だよ。今日は植木屋におなり。お酒はお好きか。酒好きだよ。一緒に飲むじゃねえか。じゃあ私がご馳走をしよう。本当かよおい。俺驚いたね。おめえにたかられたことあるけどもな、ご馳走なんの初めてだよ。おじゃあ遠慮しねえや。で一つご馳走作れ、うん、じゃあそこの縁側へおかけ。いやいや汚れても構わん。何言ったんだほら縁側じゃねえ板の間ってんだよおめえ。だって少しは掃除したらどうだよおい。こんなとこ座ったらこっちの方に着物汚れちまう。あ、今髪型の友人からもろうた柳影、これやってました。そこに小さなコップがある。それでお上がり。これチョコだよ。チョコでもコップだと思ってお上がり。おかしなこと言ってんのおめえ。いいのかい。おめえやらねえの。あ、そういいよ。ごちんだろう。おめえに酒ごすんだろうと思わなかった。いただくよ。これでなんだな、湯上がりの一杯なんたらおつなもんだな。いやさほど冷たいというもんではない。ただ今あなた日向を仕事をしていた。俺仕事してねえんだよ。俺湯行ってきたんだよ。うん、でも多少熱はある。それあるよおめえ。なきゃ死んじまうじゃねえか。だからさほど冷たくないもんでも冷たく感じるのだ。おめえ何わけわかんないこと言ってんだよ。冷てえわけねえじゃねえか。この酒缶がしてあるじゃねえかよ。そこに恋の洗いがある。よかったらお上がり。恋の洗い、また手間取りは贅沢な俺食らってやって。本当にほらイワシの塩焼きだよこれ。恋の洗いだと思ってお上がり。おかしなこと言ったのおめえ。俺焼き魚好きだからよ。俺なかなかおめえ油乗っててうめえな。いやさほどうまいというもんではない。うん、ただパク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 淡白なもんでな。下に氷が敷いてある。冷やしてあるところが値打ちだ。よせよおい。どこの世の中に焼き魚の下に氷敷くやつがあるんだよ。時に植木屋さん。うるせえなおめえ本当に。なんだよ。菜のおひたしはお好きか。綺麗だよ。え、綺麗だよ。おめえだって知ってんだろうよ。俺青いものは食わねえんだよ。おい、そりゃないよ。おい、さんざ俺のおしきせ食っちゃって、おめえ今さら綺麗だったらひどいよそれ。で今日は好きにおなり。なおかしなこと言ったんだおめえ今日は。じゃあ分かったよ、ごちになってん。じゃあ分かった、うん、じゃあ好きだ好き。じゃあ今これ取り寄せよ。いいよ取り寄せなくたって。まあまあなんだよお前、なんか拝んでんのか。こっから感じんだ。うん、これよ奥屋旦那様。あんたイカミさんがいねえからおかしいと思ったら、このクソ暑いのに押しねえって汗だらだらこうしてどうしたんだよ。植木屋さんが菜のおひたしが大層お好きだそうだ。かつ節をどっさりかけてこれ持ってきてやんな。旦那様。なんだ、なんぞしたか。鞍馬から牛若丸がいでまして、その名を九郎宝眼義経。義経、じゃあ弁慶にしておけ。